ますが、来週このアールチョップ療法が終わります。で、その後は髪の毛が生えてくるので同じ髪の毛の皆さんさようならです。でちょっとですね、今これ何を疑っているかというと、やっぱりワクチンです。皆さんの周りにもですね、ワクチンの被害の方がおられると思って、アメリカの医師からどうも発がん性のあるものが入っているんじゃないかということで、今度東京のある大学でその発がん性のものを検査することになっています。自分の体でこうやって検査ができるということは、ある意味、天のおぼし召しだというふうに思っています。で、今国政の方ですけども、もうとんでもない政治が、もうありとあらゆる悪いことをですね、やっています。今回サミット、テレビでは、本当に大成功とか言ってますが、世界からはそんなこと言ってるところどこにもありません。あの広島で、なんと拡大核抑止ということに触れたわけです。とんでもないです。そして、車両をですね、ウクライナに送るって、これは宣戦布告なき参戦というふうに言われています。この岸田政権をリセットしないと何としてもいかんというふうに思います。それから10月にはもういよいよインボイスが始まり、あらゆる社会保険料、それから、電力料金も含めてですね、九州は違いますけど、他はもう3割上げるという形で、国民の生活は大変な窮乏に向かっています。特にインボイスが入れば、これはもう大増税です。大増税です。でも国民はほとんど分かっていません。テレビはおそらくですね、世界のテレビの中で日本のテレビほどひどいものはないと思います。先日も NHK が放送の、結局これワクチンの被害者の方々の声を、それを流す予定がですね、ワクチンの被害ではなくて一般のコロナで憎しみをなくしたかのように放送しましたんで、今 NHK はウェアしたいの大騒ぎになっています。しかしこういったことも皆さんのに伝わってないと思います。いろがえってこの佐賀県を見るとオスプレイを強行してきてますし、そしてなんとこの佐賀一区が九州の中で統一教会が一番多いところなんだそうです。で、今日私この後、東京に参りますが、ぜひ各地区の、町村ごとの組織、立憲民主党の組織、それから佐賀は3つに分けて南部、中部、北部でそれぞれ県議さんに担当していただいてですね、それぞれの組織を拡充していただきますようお願いをいたします。議長、副議長が各地方自治体で決まりましたが、なんと議長、副議長は自民党と懇談すると、もう強制的にやらされているみたいです。昨日複数の議長さんからこうやって行かなきゃいけないけど、会費6000円も取られて行きたくないと、あなたもやってくれるかということでしたので、そんな風に、騒ぎの場合はですね、自民党が政治を私物化している、こういう状況ですので、結束して戦っていきたいと思います。また、今回宮城とそれから神崎については権利を出すことはできませんでした。やはりこれは組織を日頃からですね、きっちり作って、そして、参議院も今、選考委員会を作っていただいてますが、さらなる組織の拡充に向かっていきたいと思います。おそらく、7月の9日、これが安倍氏が亡くなった翌日なんですが、この日を投票日と定めて、岸田内閣は、解散戦略に出ています。無理支持率を上げてですね、そして解散に持っていこうとしているので、私たちも願ってもない迎え持つ体制で頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございます。